JR 武蔵野線の車窓から見下ろした現地。白い建物は掘削物の仮置所、奥の構造物が産業廃棄物埋設箇所の交換に焼いた五岩。掘削した廃棄物、汚染土壌を保管する仮置オ所のテント新菓市川、産業廃棄物処理対策とは、1970年前以後に埼玉県朝霞市上内巻の新菓市川河川敷で、 不法投棄された産業廃棄物に対し埼玉県が遮蔽処置や除去処分などを実施している対策である。河川時期に埋設された廃棄物による土壌汚染、地下水汚染問題の解決を進めている。埼玉県は1987年8月から1988年10月にかけて一級河川である。 新河岸側の河川改修事業に伴う用地買収を行った。同年12月、朝霞市上内巻の新河岸川左岸河川時期で、掘削築堤工事中に高水式予定箇所を掘削したところ、ガラス、ゴムくず、ハイプラスチック、有機溶剤入りドラム缶等の廃棄物が埋められているのが発見された。県の調査によれば、廃棄物は高濃度の PCB、 大置き新類、鉛などの重金属、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トルエンなどの気発性有機化合物により汚染されていることが判明した。1990年5月、廃棄物中の有害物質が河川や地下水に流出し水質汚染することを防ぐため、現場周囲に遮水壁を設置し、雨水の侵入防止のため防水シートで多い。 さらにその上からに約1メートルの副道を行う応急処置を行った。対策を施した面積は2450平方メートルに及んだ。1994年3月には洪水防止と廃棄物の流出防止のため廃棄物が埋設されている区間の護岸工事を実施した。川底の地盤改良を施した上で、 新菓市川と河川敷の廃棄物埋設箇所の間に、深度21メートルの交換焼いたを設置した。1991年には、一時保管する移転先確保の必要性についても議論された。当該廃棄物には、トリクロロエチレンテトラクロロエチレン等の、揮発性有機溶剤も多く含まれていたため、これらの物質が地下水や大気等の周辺環境に、 影響を与えないようにするための暫定措置として1996年から有機溶剤の吸引除去工事を行い、1996年から2010年までの間、推定50トン以上の有機溶剤を回収している。1994年度に試験的に一部屈削,削し、保管した廃棄物はドラム缶約950本に及んだ。 1996年に69カ所のボーリング調査を行い、廃棄物の埋設量を約1万千立方メートルと推定した。掘削施工工事の結果、廃棄物が高濃度の揮発性有機溶剤で汚染されていることが確認されたため、廃棄物中の有機溶剤を吸引除去する工事を開始した。2009年6月、県は専門家による 埼玉県新賀市川産業廃棄物処理推進委員会技術検討委員会を設置。廃棄物の無害化処理の広報案の検討を行い、2020年時点でも委員会による検討を継続している。しかし、事態の全面解決には至っておらず、第2回新賀市川産業廃棄物処理技術検討委員会では、ガス吸引の効率が悪くなっていることや今後、 第二耐水槽の地下水への影響が心配される等の討議がなされた。1990年に応急措置で現場周囲に延長者水壁が打設されてから年月が経ち、防食対策がされていない鋼や板は太陽年数が経過すると腐食により穴が開く。廃棄物が地中に埋まった状態では有害物質が漏れ出しても発見が遅れる可能性は 極めて高い。県の基本方針では、PCB 処理特別措置法により、PCB 廃棄物の処理期限が明確になっているため、2016年までに無害化処理するものと位置づけられていた。現地で掘削しドラム缶に収納して保管している、廃棄物は、2016年12月までに無害化処理、認定施設での処理を完了した。しかし2021年現在、 交換にあいたで護岸した部分にはまだ廃棄物が埋設されたままとなっている。不法投棄については犯人の特定ができず、控訴事項が成立し未解決事件となった。県の公表によれば、推定1万平方メートル以上の廃棄物には、PCB や鉛などの有害物質が含まれていた。廃棄物に含まれる主な有害物質は、PCB、大置き侵類。 重金属等、揮発性有機化合物などである。県が公表している、廃棄物の量は、埋まっている状態のものが推定で1100立方メートル。試験的に掘削しドラム缶で保管している状態のものが307立方メートル。合計で1407立方メートル。有毒な特定有害物質は混合しているため、比率が確認できていない。 立方メートルをキログラムに換算すると莫大な数値となる。当該対策にかかった総費用や浄化に要する費用は明らかにされていない。県から地域住民に対して参拝特措法の実施計画を定めるかどうかの説明はなされておらず、県は国に対して同法の期限延長を要望していなかった。同法の期限延長を望む意見は、 滋賀県など他県でも出ており、民主党が有効期限の10年延長を求める改正法案を衆院に提出した経緯はあるが、同法案は廃案の降参が大きいとされていた。その後、環境省は2012年度末で執行する同法の期限を延長する方針を決めている。2004年以降に同法の適用を受けた事案では、 数億円から数十億円級の事業費が公表されているが、未だ問題解決していない当該対策には、部分的に公表されている金額だけでもすでに数億円の費用が生じている。不法投棄の原因者や、県外から持ち込まれた廃棄物かどうかが特定できないまま、国の財政支援を受けずに県民が当該対策費用を負担し続けている。 環境省は、参拝特措法の適用について、不法投棄等の不適正処理を未然に防ぎ拡大を阻止するために、行政が法制度等を的確に執行するのは当然だが、あえてそのことについて触れなければならない現実があると、前置きした上で、香川県の豊島事件や青森、岩手県境不法投棄の事例を具体的に挙げ、地方自治体が早期に、 的確な行政措置を執行することで不法投棄の継続や拡大が防げた事案が散見されると指摘した。同法適用に関しては、そのような観点から、都道府県等が講じる不法投棄に係る支障除去等の措置に関して実施計画を策定させ、立ち入り検査など当該事案に関して行った措置や責任の所在など行政対応を厳しく検証し、 その内容を明らかにさせることとし、同法適用に対して、行政の的確な執行を条件づけている。埼玉県が同法適用を受けるとすれば同様に県の対応が問われることとなる。河川法第59条では、河川の管理に要する費用の負担原則として、同法及び他の法律に特別の定めがある場合を除き一級河川にかかるものにあっては、国が 河川の管理に要する費用を負担することとされている。新河岸川は一級河川であり、さらに同法第60条2項では、第9条2項の規定により、都道府県知事が行うものとされた、指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統括する、都道府県の負担とする、その他の改良工事に要する費用にあっては、 その2分の1を負担することとされている。当該現場の土地所有者である国は、対策費用の捻出や有害物質の撤去、完全無害化を推進する役割をしていない。本来であれば不法投棄された土地の場合、排出事業者が産業廃棄物の撤去計画を立案し、当該事業者がかかる費用を負担することになる。 排出事業者や不法投棄した行為者が特定できない場合は土地所有者が責任を持つのが通例とされている。大学及び国の研究機関の専門家らで構成。新河主川産業廃棄物の無害化処理に向けて具体的かつ現実的な広報案の検討を行う。会議は原則公開で傍聴が可能。会議の結果は埼玉県公式法務時で公開される。 ありがとうございます。